はい、どうも、TT です。引き続き、蛇の命、続きやっていこうと思います。ハードモードですね。まあ、ちょっとセーブは良しとして。4号室は、死の部屋とも呼ばれた通り、犠牲者が出ちゃったよ。さらに問題なのは、4号室にはまだ宿泊してる客がいるって点だよ。ヘビメタだね。ヘビメタを守るところをなんとかできたんですけど、このリンゴを食べたらなんだか吐き気がするよ。いや、お前毒耐性あるじゃん。毒だよ、多分。毒耐性あるじゃん。そのリンゴは持ってっちゃダメだよ。前回どこまで行ったっけな。もう寝る時間よ。ちょっと久しぶりなんですよね。今4号室の前に助手の刑事の助手がいるけど、その前は紙切れのようなものを持って6号室の方に歩いて行ったよ。6号室456、ここか。100ポイント。推理で刑事に勝つなんてヘイブの捨てたもんじゃないね。ありがとう、応援感謝。応援されたのかどうかはちょっと分からんけど。すごいとこから話しかけてんな。無敗の刑事よりも助手の方が出しゃばってる気がしてないか。そうだね。いや、まあ、昔のストーリーやってればな。扉の隙間から紙切れが落ちてきたな。これは新たなビジネスの到来かもしれん。バールビジネスか。ポイズンス、真犯人が捕まったから今夜ぐっすり眠れそうだよ。本当か。ヘイビオールという鉱石は1個だけ役に立たない。ああ、これ何回か聞いたね。で、今 HP も若干減ってるけど、まあまあまあいけるでしょう。でレベル27あるから上げといてもいっちゃいいけどな。でも体力上げといた方がいいかな。キュアカーンが捕まって安心したらお腹空いちゃったよ。誰か食べ物くれないかな。ジュースあるよ。メロンソーダ、まあ飲まないけど、ちょっと上げとくか。スキル割り振りで HP も17ぐらいまで上げて、腕力とかも10ぐらいまで上げちゃおうか。何かあるか分からん。で、知識も10まで上げちゃおう。で、残り13あるけど、まあ、これはちょっと取っとこうか。これぐらいで。ってなったらメロンソーダで回復しとくか。5。何してんの？ブラックドクター、吐き気など、具合の悪い日々はいないかな？医師として見過ごすわけにはいけませんからね。怪しい。格子が、貝が飼ってます。鉄格子を破壊するの最後のパール持ってないね。ハンター。ジョスさんは無敗の刑事のような推力はないけど、こんな夜遅くまでお客さんの体調を気遣ったり、親切な人なのね。騙されてる。気づけよ。大丈夫？吐き気するって、吐き気するって言いますよ。大丈夫なのか。普通に寝ちゃっていいってことか。あ、じゃあ寝るんだったらリンゴ食わなくてよかったじゃん。ねえ、失敗したな。もう寝ますか。脱皮ゲームオーバーで雲の上マップに移動することが可能です。周回用。まあでも、うん、能力は全部上げてあるんで。深夜明け方、え、明け方、あ、停電だ。またか。ガウガウ。あ、犬が吠えた。クギャー。7号室の方から聞こえてたよ。みんなが言ってる。そんな中、火事場泥棒の俺はこの怪しいムカデの部屋を調べるが何もない。あ、どうした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 。待って、どうした。開かない。おいおい、叫び声が聞こえたけど出遅れたよ。どう最近。道は譲らんぞ。テントの部屋から突っ切ってけ。ここはなんか前もあったような気するけどな。死んでるのか。中に入れないから確認できないわ。ええ、ヘビメタ、えつうかなんでヘビメタが7号室にいるんだ。うん、え、なになになに、ええ、なんか飛んだぞ今。今何か通らなかった。なんか、うーん、暗くてよく見えなかったな。また事件かね。悲鳴が聞こえたよ。7号室からだよ。それと何か変な物体が通ったような気がするよ。気のせいだろ、深夜帯の時間だから寝ぼけていたのだよ。怪しさ満点。至急死因の調査を頼んだ。ハンター、え、死んでないじゃん。ハンターの死因は感電死。でも HP15 あるよ。じゃなくて全開だと。うん、被害者はそっちじゃないよ。ヘビメタの方だよ。
え、まったく寝ぼけてんのはどっちよ。まるでハンターが死ぬ段取りだったかのような素振りだな。何をバカなこと。それでは殺した犯人は人間と蛇の区別もつかないほどのバカなのかな。むむむ。暗い時間帯でも蛇と人間の区別はつくはずだな。それに被害者が蛇目当てなのはこっちとしても好都合だ。好都合？いくら蛇だからってひどいよ。君にとっても好都合だろ。人間が死んだんなら旅館の存続は難しくなるからな。7号室で事件って話だったから人が死んだかと心配したけど、今回も蛇で安心したわ。相変わらず蛇の命の扱いが軽いな。とにかく犯人はもう決まってるようなもんね。誰なんだよ。そこで寝ているバカ、ハンターに決まってるでしょ。どうせ寝たふりなのもバレてんだからね。そうだぞ、一番遠い俺の部屋まで聞こえた轟音や悲鳴。一番近くで聞いたお前が目覚めてないわけないからな。でもさ、犬とかも吠えてたじゃん。寝たふりじゃねえ。感電してるんだよ。感電？急遽推理パートに突入します。ハードモードでは負けイベントでなく引き分けイベントになるためゲームオーバーになる危険性もあります。へえ、引き分け。それではハンターの証言は寝てたら突然体が感電してたというわけだな。そうだ、俺は被害者なんだからな。犯人が夜やる手口だな。自分も被害者かのように振る舞うパターンのやつ。確かによくある。これ下にいるの誰？本当に感電してただけだっての。研修の結果は出たのかね。死んじゃってるな、感電死。死因は感電死、電気属性の武器で殺害された模様。夜中の事件で目撃談もないから犯人を見つけるのは無理そうだな。いいや、最大 HP が15、それだけで犯人は割り出せる。え、もう犯人分かったの？ああ、ヘビメタの最大 HP が15ならば犯行可能人物は1名に絞られる。まあそっか、ヘビメタだけど毒食ってたっぽかったけど、毒に耐性ヘビメタあるんだよね確か。誰なのよ。ヘビ大型種だよ。今回必要な攻撃力は15。攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけしかいないのだよ。まあいきなり唱えとく。ヘビ大型種の攻撃力について指摘。え、6だったよね。6だったぜ。そうだよ、6だよ。ヘビ大型種の攻撃力はヘビメタに隠れて目立たなかったけど6だったはずよ。これは前回も確か6だったはずだよね。うん、勝手に15とか捏造しちゃダメだよ。加害者の攻撃力は全てではない、前回の事件で証明されただろ。加害者の攻撃力に重要なものはまあ狂気の攻撃力だよな。温泉の回復力も関係ないことないけど、今の状況では関係ないもんな。そうだね、今回も狂気で攻撃力を水増しして攻撃力15に届かせたわけだね。加害者の攻撃力は6の場合、15に届かせるために必要なのは9だな。そうだね、プラス9の狂気で殺害したってわけだね。で、その9の狂気ってどれのことよ。今起こったばかりの事件だ、狂気なんて見つかっとらんよ。半分見つかってるような気もするけどな。凶器を見つけてもいないのに犯人を特定した、どういうことなんだい。凶器が見つからなくても犯人を特定できるのだよ。凶器には法律で定められた限界値があるんですよ。武器の最大攻撃力はプラス9まで、10以上は確認されていません。でも10以上は犬が吠えちゃうからってことで、犬吠えてたもんな。でもこの犬ね、あとは小学生1年生の算数で答えわかるな。狂気の最大値プラス9と旅館内の候補者の最大値プラス6、ヘビメタが死んでる以上攻撃力15を叩き出せる組み合わせはこれだけしか存在しない。つまり犯人は基本攻撃力6のヘビ大型種ってわけだ。意義あり。他に攻撃力15を出す方法、10以上の武器を犯人が持参。あー、まあそのパターンもありそうだけど、電力エネルギーだよな。多分地下の電力エネルギーだよな。何を言ってんのかさっぱりわからんよ。まだちょっと早いのかな。だったらシンプルに攻撃力プラス10以上の凶器が存在して真犯人が隠した可能性もあるよ。攻撃力プラス10以上の武器は製造禁止されてる法律をご存知かね。だから犬が吠えるってことだよな。確か攻撃力プラス以上は違法兵器と呼ばれ取り締まりの対象になるとか。もし攻撃力10以上の武器が存在するならうちの探知犬がこうして黙ってるはずがない。
そういえば重度の危険物なら半径1キロ圏内の距離を探知できると言ったね。とにかく競技の最大値がプラス9である以上、攻撃力15出せるのはヘビ大型種。まあだから武器がさ、肝心の競技が見つかってない。小学生もう競技が見つかってない。まあ半分見つかってるけど、見つかってないんじゃない。そうだよ、肝心の競技がないよ。攻撃力プラス10以前に攻撃力プラス9の競技自体は見つかってないじゃないか。そうだよ、プラス9の競技が現物で見つかってない以上、証拠不十分だよ、不起訴だよ。では競技を探してみようではないか。犯行から時間は経っていない、逃げた者はいない以上、凶器はこの近くにあるはずだ。凶器を探しましょう。この下誰？机の中の蛇机の下でしょ。机の下にも凶器なさそうだね。凶器が見つからないようならこの探知犬に探させるまでだ。凶器はどこかな。セーブだよ、入り口の従業員。セーブ受け付けるよ。大丈夫大丈夫。はいはい。超電磁ドリル発見しました。装備すると攻撃力プラス9、電気属性、ヘビ専用装備。おっと、見つけてしまったようだな。見つけたも何もほぼ全員見て見ぬふり状態だったわ攻撃力プラス9、ビンゴじゃないか。電気属性武器は被害者の死にともピタリとはまる。でもさ、この超電磁ドリルが飛んできたんじゃないの。そしてこのドリルは尻尾に装着するタイプのヘビ専用装備のようですね。そもそも張本人のヘビ大型種がどこにもいないぞ。まさか逃げ方か。隣の部屋で寝てるけどな。自分の部屋でのんきに寝てるようですよ。なんだって？あ、おかみさんが起こしに行った。体が動かない。いや寝てるんじゃない、感電してるわこのヘビ。感電？うん、だからヘビボールでしょ結局。それで感電はしていたんだが自分は無傷だと。都合のいい話だな。本当だよ、突然体が動かなくなったんだよ。犯人がよくやる手口だな、自分も被害者かのように振る舞うパターンのやつ。お前さっき言われたやつじゃんそれ体験談と捉えておこう。まずは事件発生前の状況から思い出してみるべきだよ。夜中にお腹が減りすぎて目が覚めちゃったんだよ。物音が聞こえて見てみたら、ヘビメタがリンゴをいっぱい持って救護室のヘビに配ってたみたいだったよ。毒のやつでしょ。お腹が減ってたからリンゴを分けてもらおうとヘビメタを部屋に招き入れたんだけど、ヘビメタが具合が悪い、吐き気がすると言って突然消えちゃったんだよ。あれ、ヘビメタって毒耐性なかったっけ。スネークだけだっけ、ポイズンスネークだけだっけ。ヘビが突然部屋から突然消えた。消えるわけねえだろ、お前が食ったんじゃねえのか。暗くてよく見えなかったけど突然消えちゃったんだよ。戸締まりもしてたのに。ヘビメタが発号室からどうやって消えたのか。そうだよ、ヘビメタは毒に耐性持ってるもんな。うん。で消えた理由、消えた理由、温泉に解毒せよが違うよな、関係ないもんな。え、8号室からどうやって消えたのか。これか、穴が開いてるからこっから出たってことか。うん、そうだよ、8号室の壁には穴が開いてるんだよ。リンゴが入る隙間ならヘビが通って7号室に抜けることも可能だよ。7号室なんかに逃げても袋工事だろう。鉄格子が設置してあるんだからな。鉄格子があるのにヘビメタが7号室に逃げた理由は、これでいいのかな。鉄格子をくぐり抜けることも可能。そうだよ、ヘビメタには毒耐性があるから鉄格子もくぐり抜けられるはだよ。そして鉄格子を抜けた先は4号室、そのまま自室に帰れるって算段ね。だけどそうなる前に7号室で突然感電死しちゃったって流れなんだよ。そもそも殺害現場が7号室なんかも怪しい話だ。普通に考えて大型種が8号室で殺害、うん、あとは死体も凶器も壁からっぽいするだけだ。そんなことしないし、まず不可能だよ。ヘビメタが消えてから突然感電して体が動かなくなっちゃったからね。高威力の電磁兵器を使用していたんだから、その衝動が加害者側にも及んだんだろうまあ威力が強すぎたってことな。つまり感電してたということはこのヘビが電磁ドリルを使用していたという証拠にもなるんだよ。だったら俺が感電した理由はどうする、どう説明する。
ただの金縛りでしょただの金縛りで終わらされたらきついな。寂しいね。先ほど殺した蛇の怨念でもついたのだろ。俺に関する推理だけ雑になってねえか。不利な状況になったところはあなたのターンです。行動を選択してね。大型氏にアリバイがある。大型氏には動機がない。まあ、動機がないよな。殺す動機が。そうだよ。ごめんね、間違った。そうだよ、ヘビメタを殺す動機なんてないよ。動機ならあるだろ。ヘビメタが8号室を素通りして9号室のヘビにだけリンゴを渡していたんだ。それも大型氏が今朝ヘビメタたちにリンゴを差し入れしてやった恩を忘れてな。そう言われてみりゃヘビメタも薄情なやつだな。大型氏からもらったんなら大型氏に配ればいいじゃねえか。でも9号室はポイズンスネークだから特待生あるとこじゃないの。大型氏ではなく9号室ヘビにリンゴを裾分けしてる。考えられるのは毒の可能性が高かったから。うん、大型氏が嫌いだった。リンゴはまずかった。ヘビ、うん、そうだ、毒の可能性。毒の可能性。9号室って確かポイズンスネークのいる部屋ね。そういえばヘビメタからもらった時にリンゴは毒の可能性が高いって言われたから一人で全部食べちゃったよ。すごいもんあげるね本当に。毒の可能性が高いであげるんだもんな。毒が入ってたのってヘビメタのリンゴの持ち主は確か大型種があげたんだよな。配ったやつだよな。違ったっけ。それは昨日の朝の話だよ。前回リンゴをプレゼントしたのはケイさんの助手だったわね。そうだよ、ヘイメタを疑ったお詫びだとかでリンゴをプレゼントしてたよ。その毒リンゴでヘイメタを殺そうとした可能性があるよ。ヘビメタには毒耐性があるだろう。毒リンゴだったとして殺すことは不可能なのだが、それ以前にリンゴに毒など入ってないしな。確かに全部食べたけど多分毒は入ってなかったと思うよ。だけどリンゴの中には吐き出すほどまずいリンゴが紛れてたな。それに一つだけやたら硬い青リンゴもあったよ。そのリンゴを食べてからお腹がムズムズしてるし、おいおいおい、ヘビボール食ってるなこれ気づいたぞ。こっからポイズンスネークが逮捕されると一発でゲームオーバーになります。とにかく凶器、数値、動機、どれを取っても大型種が犯人なのは間違いないだろ。大型種を逮捕ということで異論はあるまいな。いいえ、動機があるものが他にいますよ。おい、話と違うぞ。お前が犯人は大型種だと。誰なんだよ他の容疑者ってのは。そこのポイズンスネークですよ。よくそんな推理をコロ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 変えれるな。天才だな。え？ポイズンスネークがヘビメタを殺す時って何なのさ。まずいリンゴを食わされた腹いせですよ。食べ物の恨みは恐ろしいですからね。動機としてはわかるけど推理のクオリティが一気に下落したような気がするよ。何にせよ誰が犯人なのかはっきりさせてもらわないとお客様安心できないしね。それだったらヘビ探偵の意見も聞いておくべきだよ。一発ゲームオーバーに注意。現時点では大型種の容疑が濃厚。ポイズンスネークよ。まあポイズンスネークが捕まっちゃ困るから大型種にしとくか。やってないんだけどな。くボロ返しするつもりの状況でヘビ相手に痛み分けとはな。これが引き分けの状態か。ヘビの無実の証明はできなかったものの最悪の状況だけは回避したヘビ探偵。旅館爆発まであと1日。この旅館はさらなる危機に直面するのだった。夜が明ける前に行動一つ。まあ休憩もいいからとりあえずセーブだけしとくか。はい、夜が明けだよ。昨日昨夜起こったヘビメタ感電死事件。今現在凶悪犯の可能性が高い大型氏は監禁することにしたよ。おー、まあ意義なしでいいか。大型氏は別に捕まってもいいしな。凶悪犯じゃないのにな。障害いくつも出てるんだよ。余罪については今後追及するものとする。それにしてもまたあんたかい。懲りずに2度も殺しをするなどと。1度目は5人逮捕だったでしょうよ。2度目も5人逮捕だし、そもそも1度目は5人逮捕されてないよ大型氏損だね。5人かどうかは関係ないよ。事件沙汰になった時点で旅館内に傷がつくんだよ。いや待てよ、殺されたのはヘビだから別に旅館の傷にはならないわね。お、そういやそうだな。安心してる場合じゃないよ。旅館の爆発までもう1日しか残ってないからね。
その爆弾と扉の解除には7770ゴールドを振り込むって条件だったな。うん。それから鉄格子の中には最後のバールが必要。ムカデが5000ゴールドで売ってたね。ああ、その最後のバールだが、新しいビジネスを見つけたからもう不要になった。いらなくなったということは、ああ、特別に倍額の1万ゴールドに値上げだ。ムカデすごいな。せめて半額かと思ったら倍額徴収するハード税パターンだったよ。それに倍額っつっても、もともと倍額だったから実質4倍額だぞ。新しいビジネスが見つかったとか言ってたのは何だったんだい。発展を逆転すれば、新しいビジネスが見つかったからこそその曲を閉じ込めておこうって魂胆だろうな。だったらムカデが凶悪犯で決まってのもんじゃない。ケイさん、さっさと逮捕しちゃってよ。今現在無実の者を逮捕するわけにはいかんよ。今現在無実の者が逮捕されてるんだけどね。とにかく売却でも売ってやってるだけ脱出に貢献してるだろうが。まあ売却完売ならうちにとっても好都合ね。なんだかみんな脱出する気ないように見えるな。最後のバールが売却になったところであなたのターンです。売却で買う買わない、ムカデが嫌いなんで部屋にも、まあ正直650しかないし、推理レベルも今ちょっと20じゃダメなんだな。特化した方が良かったかな。そもそもムカデに1万出してバールを買うより7770ゴールド振り込むが早いんじゃないの。確かに確かにな。 ATM に7770ゴールドさえ振り込めば爆弾は止まるんだからね。そうなると結局みんなで協力して少額ずつ出し合うべきだね。俺は1ゴールドあれても出さんぞ。給料前で金欠だから出せないな。今旅館は財政難なんだよ。出せやしないよ。うん、これじゃ7770ゴールド集めなんて到底無理だな。それに爆弾が解除されても玄関口の雪崩問題もある。3日で解けるって話だったけど、あれから1日経過してるから雪崩が解けるのは3日で解ける、だから2日後だよな。15日後かもしれんな。ひょっとしたら解けないかもしれん。やってみよう。それはこのゲームの完成が遅れてる日数だよ。そうなの。そうなの。このゲームの完成が遅れてる日数15日なんだ。分割方式で複数回楽しみが増えるから悪いことばかりじゃないよ。あと2日旅館に籠城するとして、食料的には持つのかね。このままだと食料が大幅に足りない計算だよ。来客数が多かったからギリギリじゃなくて大幅に足りないよ。それに食料だけじゃなくて水も足りないな。だいぶ足りてないってことは、あと2回誰かが殺害でもされりゃちょうど足りる計算だよな。だったらそこのデブとハンターを今すぐ処刑してもらえばいいんだよ。食料難を改善するってことだな。なんてこと言うのよ。ハンターはともかく、ヘビの方は冤罪の可能性もあるでしょ。そうよ。そもそもなんで冤罪濃厚な大型種が隔離されて犯罪者確定のハンターが野放しなのよ。まあそりゃそうだな。食料問題のためだろ。このデブヘビを野放しにすればアウトロー方式で食料が食い尽くされてしまうからな。昨夜なんかタカがリンゴの執着で身勝手にヘビを殺したからな。身勝手にヘビを殺してるのは完全にそっちなんだけどな。何でこの大型ヘビも入れる場所でこいつらこういう打ち合わせしてんだろうね。そんなことより食料だけならともかく水も足りないってどういうことだ。この旅館水道管が通ってないんだよ。あ、そうなの。すごいとこで影響してんね。水の確保は雪解け水を使うか買い出しに行くかだけど、今回のケースはどちらも無理だからね。買い出しに行けないのはおかしい。雪解け水を使えないのはおかしい。うん、買い出しには行けないとしても雪解け水を使えるでしょう。そうだ、おかしいぞ。雪解け水が使えらずだぞ。大雪が降ってたんだからな。今更どうでもいい話だ。いや、今更どうでもよくはねえだろ。水だって節水に励めばなんとか足りる分量なのだからな。せめて限界のならから少し溶けた分だけでも水を確保できるはずだろうが。そうだな、ハンターいいこと言ってるぞ。雪崩が予想以上に溶けてないから仕方ないだろ。逮捕されてるやつが一時出しゃばってくるな。お前が無能だから逮捕されたんだろうが。無能と言ったな、この無敗の刑事に向かって静粛してやる。あ、刑事意外に強いんだな、ハンターよりは。が結局この絵面だよ。倒れ芸でしか自己表現できない人からね。ああ、ぐだりすぎてネズミスルーだよ。もう収拾つかないよ。なんでネズミ出てきたの。話がまとまらないまま宿泊部屋に戻ります。
旅館内を自由に移動できるようになりました。行き詰まったら近くの電話機を利用してね。これ何？あ、これがハードモードの行けるようになったやつか。これ行けることによってなんかある？ん？こっち側か？上行けるね。かといって別に何かあるわけではないのか。うん、あ、降りれたりすんの？刑事何してんだここで。いや、降りれたりは別にしないんだ。何のために来れるんだろう。後々なんか使うのかな。今は使わないってこと？だからここしか出入りないもんね。多分この風船みたいのがないと降りれないってことでしょ。これは転送装置で好きな場所に。あ、これで一気にワープもできるってことなんだ。へえ、便利だね。まあ、ちょっと会話してってみるか。昨夜の事件発生時、浮遊する物体が鉄格子のヘリ蓋の下に飛んでいくのを見た気がするよ。超電磁ドリルっぽいけどな。警察はわざとハンターを野放しにしてる気がするよ。そうだな。だって大型車捕まってんだったらな。うわ、金ぺっちゃある。ちょっと倒せるか。倒そう。これ金だよな多分。50150。あー、うん、お金だね。オッケー。あんま入んねえな手に。でもさすがにこれだっか。まあでもお金はなんだかんだ使えそうだしな。ここはオリンゴだけ。ここは開かない、持ってないね。お前何してんの。この部屋で紙切れのもの見なかったかね。紙切れはさあれ壁直ってるじゃんここね。え、なんか穴開いてなかったっけ。カレーとかもね、食べますか。経験値か。はけるんだったらちょっと食ってきてもいいかな。トイレはける？はけるね。経験値とか上げといてレベル上げてもいいかもな。ちなみにこっちは M サイズ最大 HP。 あー、これもいいね。残り90もあるし、結構俺食欲もあるしね。なんか売ってる？この旅館のお土産は実用性重視だよ。買い取りもやってるよ。はい、1200ある。バール消火器ポーション、なるほどね。まあ一旦ちょっと見てみるか周りも。研究レポートがある。知識レベルが高いほど獲得経験値。あー、読んじゃおうか。でヘイム撃退マシン戦って。危ない、もう2しかない。危ない、体力は。ビール飲むにはレベル20以上足りねえ。金庫はナンバーロック解除は現在所持金の数値が影響します。バールでこじ開ける。ナンバーロック1000の位と100の位が同じ時にのみ。あ、100使えたら逆に100、いや1000増えることはないよな多分。逆転効果だと最先端のワード知ってるかな。逆の持ち物同士を合わせると打ち消し合う操作の操作のようなもんだ。例えば毒と真逆の解毒剤とで操作し合う効果を逆転効果と呼んでる。何の話？これ下行けないんだね、こいつハンターいるから。なんだこの旅館は。客室よりも従業員の部屋の方が少し広いじゃねえか。そうだな。あ、これなんだ。プレミアコック500で換金できる。あ、換金してお金稼ぐっていうのもありか。これなんぼ。50、これも50、100、1350。だから逆に言えば、1500になれば、これ150ないかな。100。500使ったら950。9、1000の位と100の位だから、ちょっと足りないね。だけど、今500で売っても、ダメだよな。1950になっちゃうもんな。1950売ってるもんって全部500だったっけ。あ、300もある。待って、300で1150。あ、これ薬草1個買おう。でこれで開くんじゃない。これ、ああ、間違った。でナンバーロックで開ける。あ、開けたね。
警察の押収品だ。さっさと売店で監禁してしまおう。監禁しちゃっていいの？超デンジョレル。売店を持ってくれば2500ゴールで監禁可能。これは青汁飲めんの？まずいな。ノベルが30以上。あー、なるほど。じゃあ食堂も調べてみるか。何してんの？最後のバル1万。あー、なるほどね。ちなみに今何するんだ、何が目的なんだろうな。聞いてみるか。電話相談。何をすればいいかわからない。向かってから最後のバルを購入することだけ。なるほど。じゃあ買えばいいってことか。ハードモードでは必要価格が4倍になりますが、ネズミへのへそくり、ネズミのへそくりと VIP 銀行で簡単に1万ゴールド回収可能。詳細は電話ない。あ、VIP 銀行って俺が今取ったやつか。ネズミのへそくり、ハンターが野放しになってるから監視してるところよ。どう見ても包丁盗み出そうとしてるような素振りなのね。なんだよ、別に包丁探してるわけじゃねえからな。ハンターが凶器を探してる素振りだから、人間は包丁は奥に収納しておいてよ。ああ、これちゃんと奥に隠してるってこと。パスタ1人1個。ああ、これも食べれるんだね。この先に行く必要なさそう。ああ、だけどバール1個あるから行けるっちゃ行けるけど、まあ今はとりあえずはいいよな。一旦回復するか。まあ寝るっていうこともいいけどな。待って、おばちゃんと話そう。温泉の準備がやっと終わったよ。分からないことがあったらそこら辺の電話機を利用してね。温泉の開始時間が遅れていたよ。これ取れないのかな。硬い青いリンゴを食べてから、たまにお腹がムズムズする。ポイズンスネーク、ちょっとおとなしくしてくよ。お前狙われてるからな。回復量、あ、これいいんじゃない。ちょうどレベル5以下ならプラス500だけど、今はいらないね。これ回復するわけじゃないもんな。うん、じゃあちょっとネズ、あ、待って、ここにもある。これもしかしてぐるって回ってこれるのかな、上から行って。経験値食べちゃうか。食べちゃおう。でこれも残り20だけど使っちゃおう。食っちゃおう。でいざとなったら一回吐けるし。これ雪崩も見に行けんのかな。あ、見に行ける。雪崩だ。衝撃が当たるのは危険そうだ。雪崩に体当たり。ああ、5以上でゲームオーバーになれると。いやいや、待って、おかみさんが大浴場付近にいるから地下にサボりに行けないな。行くんじゃないよ。これ行けんのか。待って、これ左側に行けんのかな。いや、そういう感じではないか。上から行けんのか。繋がってんのかな。ネズミのへそくりってどこ。いや、行けそうにもないけどな。ね、これがないと登れないってあってんだよね。いっか。あとお腹が20あるから、何か使っちゃってから一回吐いてもいいよな。メロンソーダプラス5は別にいらねえな今。で今お金は今1150。1万ないとダメなんでしょ。あ、1万、行く1万なんて。まあちょっと売ってみるか一回。換金アイテムまとめて換金3000。足りなくない？最後のバル購入。ネズミのへそくりと VIP 金庫で簡単に1万ゴールド回収可能。俺だって別にそんなに買い物してないけど、金庫そんなお金なかったよね。ここ行かなきゃいけないかな。まあでもバールで破壊して行ってみるか。うん、だからここでこれ取らなきゃダメってこと。これネズミのへそくりなのか。
え、でもそれ以外に1万ゴールドなんて俺貯めれなくない？貯めれる？現在利用できません。ネズミちょこちょこいろんなとこに行く。ネズミ倒すってことか。凶暴ネズミ食欲使っちゃうか。じゃあネズミ一匹倒して、ちょっと待って、このラーメン食ったらなんか体力上限アップとかないかな。ラーメンだ。食欲が足りなくても食べることが、いや今はいいわ。じゃあそういうのはいいわ。まあそうだな、他にだ特には。あ、これ食べちゃうか。で残り10ある。いやー他にねそっくりないから行くしかないか。え、買い物して行っちゃって大丈夫か。4000しかないもんね。うん、行ってみるか。消火器とアイテムを購入。消火器を買えばいいね。消火器1個買って、ちょ何必要かちょっと見てくるの忘れたな。消火器でやって、バールももう1個、あ、バールねえな。体当たり、いやこいつらどうせ倒さなきゃいけないから、バールも買ってこよう1個で、バールで破壊。あ、5しか来る、いいね。これ右行こう。カエル食欲10、食べれないかな。食欲の数字が足りません。じゃあどっちにしろ今こいつ20のダメージ当たるから21までにしなきゃいけないってことやな。スキル割り振りで21、これで6回復させればってこと。一旦吐かなきゃダメか。一旦吐く前にヘビとか倒して経験値もらえねえか。うん、倒しちゃおう。で一旦ちょっと回復なんかあるよな、どっかに腹いっぱいになるやつ。食い物、食い物探せ。ビールはダメ、リンゴ、あ、これはメロンソーダ飲もう。でリンゴも食おう。はい、でもう食欲が満杯だから、あ、で満杯でも食べれるみたいなやつあったな。まあいっか、一旦じゃあ吐いて、吐いて回復してあと1上げればいいな。はい、よし。で食欲全回復させて、すごい食量だな。もう喋れる、喋れはしない。じゃメロンソーダ飲んで、よし行こう。これであれで金貯まるかな。本当に貯まらんかったら済むんだけど大丈夫かな。じゃあ、あ、食べる方でもよかったけどな。まあ、行っちゃうか。大丈夫か500。あー、あと2やったら金塊2個もある。金塊2個持ってくか。うん、金塊あと2個持ってこう。腕力を1212にして、金塊2個持ってこう。金塊も売れるってことやな。こいつは倒すのちなみになんぼ。 HP5。 あー、オッケー。じゃあもう一回回復してきて。あ、ここら辺使ってもよかったか。あー、能力上げれたんだもんな確か。そうだな、腕力知識推理が10ずつ上昇もよかったよな。あー、そっか、最大 HP とかも上げれるのか。でもこれ一時的だ、今使うべきなのかなこれ。そのためにこれなのか。まあ、一旦ちょっと回復だけもう一回してくるか。他もうないかな回復。なんか あったよな。あ、ラーメン、あ、パンケーキはダメー。ラーメンはうん、これで全開。
で、あいつ倒してもうちょい、一旦ちょっと撃ってみるか。はい、2000、6900、全然足りないんだけど、いける？いける？これまあ倒していこう。500、1300、500、9200、もうちょいだね、もうちょい。下って言ってこの金塊取ったらいけるか。待ってまたちょっと買い物してくるわ。いや買い物したらお金足りなく、いやちょ待って、よしちょっと買い物しちゃおう。ロビーに移動で、バール、バール、いや回復するパターンでいってもいいか。いやちょっと待って、回復で体力使っていくか。いやちょっと待って、マジ分からん、どうなんだ。あー使っとけよかった、ビール。あー失敗したよ。で青汁は飲めないし、食欲減らしてる場合じゃない今。ちょっとどけて、ヘビ、ヘビじゃない、ネズミ、早く。よし、他なんか食い物なかったっけ。ミルク、こんな16、カエルも食えるか。 HP5 で20で1021、 OK、 これでいっちゃおう。こんなギリギリなの、ハードモード。まあハードだもんな、それは大変だよな、簡単にいけるわけない。すげえ多くしちゃってごめんなさいね。これでここ開けて、あ違う、体当たりで破壊で取って、こっちをやればこれ開け取って、こいつ倒してこれでいくんじゃない。あ14000、ギリ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 いったよ。いやよかった、積んだかと思った。お腹の減り具合、あ HP が食って回復しちゃってもいいけどな、能力上げるのは後々必要になるかな。他に回復する手段、あちょ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 、回復する手段なんかないか。ビールはもう今いけない、回復ポーションで回復とかするしかないんだよな。でも5だとちょっと推理モードに行っても怖いしな。いやパンケーキ5しか回復しねえのはもったいねえ。開けろやここ。ネズミ食えないんだっけ。食えないのか。カエルだったら食えるんだよな、カエル。あ待って、リンゴあるわ、経験値。ネズミだからカエルを食って、え？プレミア効果が15枚、1枚500ゴールド。待って、めっちゃ金あった。え？なんかさ、今ふと、ここの通路そば取れたよなと思って、上から、なんっけ、こっち側行こうかなと思って、したら、プレミア効果15枚？それめっちゃ金入ったんじゃない？え？やばい、下行く必要なかったか、もしかして。どんだけになるの ?7500、めっちゃ入ったわ。18000 めちゃめちゃ金に余裕できたぞ。金に余裕できたけど、ちょっと回復もしときたいんだよな、マジで。ちょっと回復も。ネズミじゃなくて、捕獲エロも何もねえのか。この青汁も食えなかったよな。どうしよう。よし。じゃあ、回復を買っとこう。もう金めっちゃ貯まったから、あそこ多分行かなくてよかったんだな、本当に下。
ポーションで10回復するから2個ぐらい買っちゃおう。で1個使っちゃおう。ポーションを使っちゃおう。15あればとりあえずは耐えれるでしょう。で買おう。これ買ったら進むってことよな。バールを交渉。待って、知識上げたら値段交渉できんのか。まあいっか。毎度商品の最後のバールだが、俺の近く部屋のスクラップの中にあるから自分で探してくれ。こんな形だからすぐ見つからずだ。録音室だぞ、間違いないよ。で買って、明日からしか行けないんだ。別に上から来させてくれてもいいような気があるね。緑のやつ、はい、獲得しました。さらにスクラップの中から紙切れのもの発見。おお、大変だ、事件だ。大浴場で殺人事件が起こったらしい。またなの。再び事件が起こってしまったところで、あなたのターンです。ここであえて部屋に戻る。部屋に帰ってリモートでするやってみてーけど、その推理レベル、推理レベルも上げといた方がいいかな。至急大浴場に向かいます。結構でも上げなきゃいけないよな。振り切らんといけないよね多分。大浴場死んでるよ。今回も大浴場だよ。土の子っぽく見えてるな。巨悪犯は逮捕されたんじゃなかったのかい。まあ巨悪犯が単独とも限らんしな。まあ死んだのが人でないだけ不幸中の幸い。これ何号室のヘビだ。でこのヘビうちの従業員じゃないの。あれ死んだのシェフ。あ、シェフ結局死ぬんだな。じゃなくて別のヘビ従業員だよ。あ、えヘビ従業員なんだ。確かヘビ従業員は2匹だったから、残ったお前がシェフってわけだな。そうだよ、シェフだよ。うさんくさくない？大丈夫？まあ死んだのがシェフじゃなかっただけ不幸中の幸いだよ。ひどい言われようだな。だが真犯人はもう決まったようなものだ。約1名逮捕されたのに野放しになっていた犯人がいたな。ハンターで、ハンター、ハンターです。そうだ、野放しになっている犯罪者といえばハンターしかいないだろ。おまけに大浴場でヘビが殺害って完全に判断手口じゃないの。俺はやってねえわ。それに俺がずっと食堂にいたのはお前を見てただろうが。確かにハンターは食堂にいたわね。それとそこのシェフ、お前も証人だろう。ん？なんかシェフ怪しいな。聞こえてんのか？お前に言ってんだよシェフ。ん？あ、そうだったシェフだったよ。あれ？こいつシェフじゃねえなやっぱりシェフじゃねえぞ。なんで嘘ついた？ハンターは食堂にいた気がするよ。シェフの方が給料いいからか。曖昧な証言もあるが、まあハンターのアリバイはあるようだな。とにかくまずは死因の調査を頼んだ。もうゲーム感覚で操作してる場合じゃないぞ。数字よりも死因で示せよ。今回はやけにムカデが張り切ってるわね。殺した犯人が許せねえんだよ。いくらヘビの命が軽いからと簡単に殺せないハンターみたいなクソ野郎が許せねえんだよ。死因が解析されたようだ。被害者のシェフじゃなくてヘビ従業員は毒殺されてるようですね。え、なに、お前も気づいてんの。第一発見者は誰だね。そこにいるポイズンスネークが第一発見者だとよ。ポイズンスネーク気をつけるよ、捕まるなよ。被害者のヘビ従業員とは一緒にお風呂に入ってよ。一緒に入っただけで突然ヘビ従業員が死んじゃったよ。被害者とポイズンスネークが2匹で入浴、死因は毒殺。もう答えは出てるじゃねえか犯人はポイズンスネークで秒殺終了のようだな。では早速ポイズンスネークの所持品検査に入らねば。まあ一発ゲームオーバー、意義ありでいいんだよな。そうだね、まだ気が早すぎるんじゃないのかい。旅館としてもお客さんのプライバシー優先だから所持品検査には基本反対方針だよ。まあポイズンスネークが逮捕されるのも時間の問題でしょうけどね。殺してないよ、本当だよ。それに被害者の方から一緒に温泉入ろうって誘われたんだよ。それは別に意義ないんじゃない。被害者から誘ってきた、それはおかしい。被害者はヘビ従業員、つまり旅館の従業員なんだよ。従業員が客を誘って仲良く温泉そんなアパレルショップの店員より馴れ馴れしい旅館あるものかいや別にアパレルショップの店員だって客を誘って仲良く温泉はそんなに行かねえだろ。いや行く人がゼロとは言わないけど、俺は聞いたことないし見たことねえわ。まさに死人に口なしとは言ったものだ。本当だよ、従業員の方から誘ってきたんだってば。うちの旅館の教育が行き届いてないみたいじゃないの。それにうちのヘビ従業員は仕事で忙しかったのよ。
いいえ、シェフはともかく、もう一匹のヘビ従業員はさほど仕事してなかった。なんかだって温泉にサボりに行けないなみたいなことしてたよね。あら、そういえばそうだったね。ていうかおかみさんがお風呂前にいなかった。見てんじゃないの。否定はできないな。そんなことよりこの死体のヘビ色が変わってないか。緑というより黄土色っぽく見えるんだがな。まるで。そんなこと今どうでもいいだろう。おかしいもんはおかしいだろうが。おかしくありませんよ。死後変色するのはごく普通のこと。ましてや毒殺事件ですからね。捜査の素人がいちいち出しゃばらないでいただきたいものだ。そうだぞ、反省しろし、犯罪者が。無駄。まあどう考えても誘ったのはポイズンスネーク側だろ。そしてヘビ従業員を温泉内で毒殺したわけだ。まあでも毒が解毒剤入ってるからそれは矛盾してるよな。温泉内で毒殺、何か矛盾してるのかね。温泉に解毒作用だな。うん、そうだよ、温泉には解毒作用があるはずよ。解毒作用がある温泉で毒殺するのは理論上不可能だよ。しかし死因は毒殺で間違いない。この温泉からも解毒作用どころか真逆の毒の成分が検出されている。要するにポイズンスネークの出した毒が温泉の解毒作用よりも強かった。ホコタテのうちのホコが勝っただけの話だよ。その毒情報は本当なのかな。うちの温泉の解毒作用がヘビ一匹の毒に打ち負けるはずないよ。よっぽど強いんだな。嘘だと思うならその温泉に入ってみればいい。ただもしシェフの身に何かあれば今後誰が料理を担うかが問題になる。それじゃあ代わりに私が入ろうかね。だったら俺が入るか。それなら私が入ろうかしら。どうぞどうぞのパターン。じゃあ僕入るよ。んじゃ俺が入るわ。それじゃあ俺が入るわ。どうぞどうぞ。ふざけんな。なんで俺がこの役割になってんだよ。いやもうお前しかいないでしょ。だって無駄に生き残ってるからだろ。生き残ってるのはみんな同じだろうが。そうだよ、前回はこの時点ではハンター死んでたんだもんな。とにかく絶対押すんじゃねえぞ。押そう。ゴフ。絶対押すなって言っただろうが。いやもう前振りじゃん。前に進んだし自分から振ったんだから仕方ないよ。しかもこの温泉絶対毒だぞ。毒に侵されたぞ。毒に侵された時は温泉に入ればなるわ。その温泉そのものが毒に侵されてるんだろうが。誰か解毒剤をお持ちのお客様。そんな都合よく解毒剤なんて持ち合わせてる虫けらいるわけ。ちょうど解毒剤を持っていたところだ。500ゴールド売ってやる。買わないよ。買えやクソヘビ。それではオジもついたところで捜査はここでお開きだ。温泉に毒が混入していると証明された以上ポイズンスネークを容疑者として事情聴取する。強制的に現地解散しました。あ、え、なんで今ハンターにかぶってた。殺す気か。屍のようだ。犯人はポイズンスネークで決まってる。証拠品とか集めたりするなよ。あとロビーに人集めたりするなよ。すぐ集めてくださいって言っちゃうもんな。ここの旅館客層がほとんどヘビだから男用の分かれてないそうよ。いやほとんどかもしれないけど人間もいるんでしょ中には。いいのそれで。ポイズンスネークが逮捕されるより先に逆転の証拠品を見つけないとな。どこまで行くの。ミミズはどこまで行くの。盆栽のヘビは見分けがつかないのが多い。その点を利用して悪さをするヘビも出てくるかもしれんな。だからシェフがうさんくさいよな。この毒ヘビが口を割らないようなら直接体内を検査する必要がある。真犯人が見つかったとこへ行って大型種が白とも断定できんよ。この毒ヘビと大型種は部屋が隣同士だから結託してる可能性もあるのだよ。たまにお腹がムズムズするな。もう本当のこと打ち明けるタイミング失っちゃったよ。いやじゃあ絶対シェフじゃねえな。仮釈放されたよ。あれ、コインなくなってる。どう最近。あ、ここのコインがヘビが集めてたやつなのかな。どう最近。最近どう。どう、いやどうだけハモいるんだ。まとめてきたな。水不足なに滝の演出があるのはおかしいって。確かに水不足って言ったもんな。この大浴場温泉と家庭用浴槽以外は全部プロジェクションマッピング演出で入浴することはできないからね。そうなの、めっちゃ金かかってんじゃん。すごい温泉だな。シェフだったら客を誘って温泉に入るなんて絶対ないけど、
もう一匹のヘビ従業員ならサボり癖があるから否定できないのよね。下行くってことか。必要な食品一つだけです。行動範囲が狭いので簡単に見つからず。すん、とりあえずはじゃあ下行っていいのか。鉄格子、絵画買ってます。鉄格子は仮に最後のバルを買ったから持ってますと。で、ここ調べればいいんだけど、セーブできないんだっけ今。あ、セーブできるか。とりあえず今日のとこは、まあ、結構な時間にもなったんで、ここぐらいにしようかな。これだね。うん、よし。ということで今日のとこはこれぐらいにしましょう。どんどんやっぱハードモードストーリーが違くて面白いね。お金もすごい貯めさせられたし、まあ今ねお金結構余裕あると思うんで、7200あるんで、うん、またやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。